養合寺は川崎市宮前区にある天台宗の寺院。本尊は薬師如来である稲毛薬師とも称する中原街道沿いに位置する。創建当時の建造物はなく遺物もほとんど残されていないが関東の正僧院とも言われる関東地方屈指の古刹。演技によれば創建は天平12年、回帰は行期とされているが、 近年の発掘調査により創建は7世紀後半にまで遡ることが確実とされている。養豪寺は文献資料に乏しいため、創建当初から近世に至るまでの寺らしは完全としない。法永7年戦術の養豪寺演技は、当時の創建について、聖武天皇の直眼により、行記が混流したと伝える。しかし、境内から出土したの木丸河の様式等により、 創建は7世紀末に遡ることが確実と見られている。ただし、発掘調査から推定された創建当初の養豪寺はそれほど大規模な寺院ではなく、在地周辺を統治した有力豪族の私的な仏道ではないかとされる。その後、統治の近辺に武蔵国吉次軍の軍家が設置されたと見られている。養豪寺もその軍事として位置づけられたと考えられ、 それに伴ってか、奈良時代には、近道が、拡大整備されたことが分かっている。またこの頃、現在は、養合石と呼ばれる巨大な刀新祖石と木壇の、痕石より、現存しない、三重塔も建設されたと推定される。本尊の木造薬師如来両脇地像は、洋式、技法塔から11世紀後半の造立と、推定される。それ以前の本尊については不明である。 いくつかの文献資料により、養合寺は平安時代には天台宗の寺院となり、中世には神大寺との関係を深めていったと見られる。他の地方寺院と同様に中世頃には被護者を失っていたと考えられる当時も、そのような神大寺との関係を利用して、ガラン最高の肝心を行ったとみられ、15世紀には旧魂道を廃止。 密教本堂様式の小規模な本堂が建立された。当時はもともと、堺教授と称し、後に、陽光寺、さらに万次年間に、養光寺に改めたとされる。1694年、劣化、損傷の進んだ本堂の再建が行われた。この本堂は現存し、県の重要文化財に指定されている。また、江戸時代には、戦術の、 溶合石のくぼみに溜まった水で目を洗うと眼病が治ると言われ、江戸名所図にも当時が紹介されている。また1989年、反解体修理工事が行われた。この時の発掘調査により、当時の由来に関するいくつかの知見が得られている。ありがとうございます。